私は昨日までの愛理じゃない。凛ちゃんに戦うことを教えてもらったの。こんな子供が命を捨てて戦おうとしているんだ。俺たちも黙っているわけにはいかん。俺たちも戦おう。シュールな骨に流せば人形のように生きていた相手。もう俺に弱点はない。愛か余裕の意志で死んでいった。人王様に逆らうと愚か者どもめ。子供の死が全員皆殺しにしてくれるわ。貴様がレイか。アント水長剣楽しませてもらった。ならば貴様にも俺の神髄を教えてやろう。レイやめて。その人と戦っちゃダメ。心配するな。俺は戦うことでしか剣やお前に借りを返せない男だ。一つだけ聞こう。北斗七星の横にある星を貴様は見たことはあるか。ある。そうか。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。何？降りるのか。もはやこの俺を対等の地に立たせる男はおらぬ。ならば馬ごと死ぬがいい。何？ラオウは手綱を握ったまま動いていないだと。貴様が見たものは俺の闘気オーラだ。貴様はこの俺に近づくこともできんのだ。ならば余計に貴様をここで倒しておかねばならん。リサ、また自分の命をかけて。なんと究極奥義、断固総裁剣。愚かな。神はすでに貴様に死を与えていたのだ。
にしろ。その甘い性格でよくぞ今日まで生き延びてきた。それだけは褒めてやろう。だが情に流される者はいずれ必ずこういう運命をたどる。うん、レイ、なぜ俺を待たなかった。ケン、あのレイでさえ触れることができずに、あの男はダメだ。この顔が死にゆく者の顔に見えるか。大丈夫だレイ。貴様にも聞こう。北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるか。ない。それがどうした。ふん。ではまだ俺と戦う時ではないということだ。おい、どこへ行く。貴様とはここでケリをつける。図に乗るな、ケンシロウ。この地、俺は今日までこの地を闘志に変えて生きてきた。貴様のオーラは俺の血が破る。オーラだけでここまで怯えさせた男、望み通り相手をしてやるわ。貴様の成長をとくと見せてみよう。死をもって見届けるがいい。バカめ、今が夜ならば貴様の目には貴重性がはっきりと見えるわ。私の剣士郎ではない。馬から降りるがいい。愚か者が。貴様、命を助けられたのがまだわからんのか。この矢だ。この矢を何者かが放たなければ貴様は死んでいたのだ。ケン、待つんだ。その男には3日間の命を与えた。すぐに殺しては俺の恐怖は伝わらん。だが3日間の命を与えられた者は3日間死の恐怖に怯え、嘆き、そして悲しみ抜くのだ。
その恐怖はやがて伝説となり、そしてこの剣王の名を絶大にする。その男も飛行神化衆をついてやる。3日後、全身から血を吹き流して死ぬことになる。剣、今のお前ではラオウにはかなわん。絶対に奴に勝てぬわけがあるのだ。ケンシロウ、貴様はまだ己の剣の質を知らん。俺が恐れたのは唯一時の剣だけだ。急ごう、ケンシロウはまだラオウと戦う時ではない。激流を制するは制する。激流に対して激流で立ち向かって飲み込まれ砕かれるだけだ。マミヤさん、下がってなさい。剣が向かった村から煙が。急ごう、ケンシロウはまだラオウと戦う時ではない。激流に対し激流で立ち向かっても飲み込まれ砕かれるだけだ。貴様は剣王様に見込まれた男。貴様などぶち殺してくれるわ。半人前の技では私は倒せる。お前は時間理想に利用されているに過ぎる。見てみない、マミヤさん。相手によっては、そういう変化は。激流を制すれば制す。ケンシロウのもとへ急ごう、マミヤさん。